い、どうも、こんちゃ、こんちゃ、こんちゃでございます。どうも、こんちゃです。今日はね、じゃこ天さん、じゃこ天さんってね、群馬のね、方でね、地元のラーメンいろいろご紹介されてる方でございますが、こちらの方のご紹介というか、コラボというか、そういう形でですね、この達也製麺というのにですね、こちらですね、ちょっとレポートさせていただくということです。結構いろいろですね、厨房の中見せてもらうとかいろいろあるらしいんで、ものすごい楽しみでございましてね、普通のことじゃなかなかできないんですけど、地元の方のご紹介だからできるコラボということでですね、一発やらさせていただくわけでございますが、どうもじゃこ天さんこんにちは、はい、どうも本日ね、本日どうもありがとうございます、はい、非常に私楽しみにしておりますので、ね、はい、どんな動画ができるかそれはこれからのお楽しみでございますが、頑張っていきたいと思います。それでですね、本日の動画なんですが、私の方いろいろですね、厨房の中身とかですね、店主のインタビューとか撮って、最後のですね、食事シーンの方はじゃこ天さんの方のチャンネルにあげるという予定になっておりますので、皆さんじゃこ天さんの方のチャンネルもですね、僕ちゃんがラーメンを食ってるとこ見たい人はじゃこ天さんのチャンネルの方にですね、ぜひお越しくださいということをあらかじめ申し上げた上で、いよいよこの動画を一生懸命これから撮影していくわけでございますね。よろしくお願いします。じゃこ天さん、何か一言ありますか。あ、どうぞ。はじめまして、じゃこ天と申します。群馬でラーメンとか食べ物の動画撮ってます。よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いしますということで、じゃあ行くよ。お、こんちゃ、こんちゃ、こんちゃでございます。達也製麺さんの店内に入ってまいりましてですね、すごいですね、このでっかいこの看板、これすごいですよね、これ。こちら店主の方でございます。店主の方、すみません、お名前が荒牧と申します。はい、店主の荒牧さんでございますね。今日はですね、お時間いただきまして本当にありがとうございます。とんでもないです。達也製麺さん、すごい、これは作られたんですか。そうですね、これ前ですね、伊勢崎の中央町の方でやっていた時にも、はい、使っていた看板をそのまんま店内で。すごいっす。じゃあ年金入ってる、もう何年ぐらいやられてるんですか。そうですね、もう13年、今年で14年目に入って。あ、すごいっすね。それでまあ、はい、まあちょっと手狭になったんで、広い店みたいな感じで。そうですね、前のところがどうしても奥まってたので、こちらの方に、移転してきたっていうか。そうですね、お店も広いし、目の前がね、ドンキとかあって。そうですね、お客さん、人通りもね、激しいところですからね。そうですね、ご家族連れなんかも来ていただける。すごいですね。今2時ぐらいなんですけど、もう2時までね、お店の中結構人がいっぱいいらっしゃってですね、いや結構ね、1時過ぎると結構閑散とするようなお店も多いんですけど、ここはね、なんかすごいな。しかも今日平日だからね、普通の平日の日に2時、ね、2時でお客さんがかなり入られてるっていうのはすごいですね。たまたまっていうのもありますけど、まあありがたいですね。あ、すごいですよね、はい。で、おすすめのメニュー、こちらの自動販売機になってですね、はい、なんか自動販売機で食券購入してこう、そうですね、買うような感じになっています。ズバリ一番売れるのはどうですか。今ですね、この鶏塩と鶏醤油ですね、こちらの方が今一番出ております。塩と醤油どっちが出ました、はい、塩と醤油。そうですね、正直今醤油の方のがよく出ますね。醤油ですか。やっぱり醤油の香りがいいっすよね。そうですね、プーンとあると。ちなみに差し支えなければ醤油のメーカーなんかどう使ってるんですか。群馬のですね、みどり市の方にある、はい、岡直三郎商店さんの醤油を2種類使っております。岡さん。そうですね、岡直三郎商店さんの醤油です、ね、醤油です。それをブレンドして、はい、そうですね、で調合は秘密みたいな感じ。そうですね、そうですね、はい、あんまりペラ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 話したらね、あれじゃ真似されちゃったら大変だからみたいな感じもあります。そういう感じでこの辺でいろいろ食材があって、この辺の食材を移しても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、すごいですね、食材がですね、もうこんなとこずいっぱい。煮干し、あ、これ煮干しじゃないですよ、なんだこれ。アゴ、これはアジですね、アジの煮干し。アジの煮干し、すごいですね、はい、これをこれをくつくつ煮るんじゃないですか、やっぱりなんかさっとやるんですか。そうですね、こちらの方、まあ、大体75度とか80度ぐらいで、はい、まあ、約大体1時間ぐらい煮出していくような感じ。ああ、それで、それで、あとはなんか鶏だから、はい、ガレとかそういうのも使われるんですか。そうですね、鶏ガラの方も使いますし、豚骨は使わないですよね。豚骨使っておりません。あ、豚骨は使わない、はい、まあ、鶏ガラと煮干しで、はい、まあ、さっぱりだけどコクがあるみたいな、そんな感じですかね。そうですね、チンタン、俗に言うチンタン系というラーメン。チンタン系、はい、なんか超楽しみみたいな感じですね。ありがとうございます。じゃあそんな感じですね。で、これがこれは粉ですか。あ、こちらの方は何でしょう、業者さんがちょっと試しに、うん、
使ってみたらっていうふうに。あ、なるほど。サンプルになります。業者さんのサンプルですね。そうですね。了解です。じゃあ普段使っているものがちょっとこの下になるんですが、うん、ちょっと今メインで使っているのがこのハルキラリストレートという、ハルキラストレート、はい、ハルキラリストレートですね。こちら北海道の横山製粉さんの粉になります、はい、横山製粉さんの粉ですね、はい、なかなか北海道の粉でございます。なかなかね、なかなか小麦ってやっぱ北海道がやっぱりすごいっていうのは。そうですね、やっぱりまあ、当然群馬の粉もすごく今美味しいのたくさん出てきてるんですが、はい、僕はこの俗に北爆っていう言い方をするんですけど、やっぱり北爆の美味しさっていうのに気づいちゃって、それから今もうほぼほぼ北爆オンリーになっちゃいました。わ、すごいな。じゃあちょっとそれ楽しみだな。じゃあちょっとですね、じゃあちょっとじゃこてんさん使っちゃっていい、はい、じゃあ俺の財布から1000円出して、はい、あ、いやいやいや俺自分でやるごめんじゃあね、じゃあこのやっぱじゃあ鶏醤油をいただくのがやっぱりいいのかなと思うんで、ちょっと鶏醤油はですね、じゃあいただいてみたいな。鶏醤油、じゃあこれですね、850円の鶏醤油ですね。じゃあ私は鶏醤油を、お願いしますということで、はい、了解いたしました。はい、そういうことですね。でお釣りですね。で領収書、せこいね、領収書もらっちゃう。でこんな感じで、やらさせていただくってことですね。じゃあじゃこてんさん何召し上がるんですか。はい、一緒にします。一緒にしますよ。鶏醤油でよろしいですか。はい、はい、一緒にしてもらおうか。うん、スムーズですね。そうですね、ね、はい。タリシャイですね。はい、タリシャイでございますね。じゃあこれ店主の方でこうですね、じゃあやっていただいてですね、はい、じゃあなんか厨房の方も撮影させて OK っていうんでね、乗り込んでいきたいと思いますね、はい、本当にね、ありがとうございますね。嬉しいな、嬉しいな。こんな感じですね。はい、こんな感じでこう間違いないようにね。人気店でお忙しい。では失礼いたします。厨房の中に入らさせていただきます。失礼いたします。あー、すごいな。あ、なんかすげえ、俺こういうプロの人の厨房の中入るのって実は初めてなんですよ。すごいな。あんまないですもんね。そうですね、すごいですよね。なんかお玉が、なんでこんなお玉がいっぱい数があるのかっていうぐらいいっぱいありますね。やっぱりどうしても試作をしたりとか、どこ、こういうのレードルって言うんですけど、どのレードルでそのスープやタレを入れたらいいかっていうのをいつも使わないとちょうどいいポジションでっていうのがわからない時があるんで。レードルというのはごめんなさい、専門用語が全然わからなくて。お玉です。お玉ですね。お玉です。お玉のことはレードルというらしいです。あ、どうも失礼いたしました。すいません、ど素人。いや、こちらこそど素人なんで本当何もわからなくて。で、これがチャーシュー、すげえな。そうですね、うちのは低温調理の肩ロースになりますね。低温調理の肩ロースでありますね、はい、こちら三元豚になります。三元豚、はい、あ、三元豚って俺ずっと三元豚って言うのかと思ってた。あ、わかんないです、どっちが正しいのか。あ、そうなんですか、僕は勝手に三元豚って呼んでるだけ。わかんないですよ、俺も全然知らないです。ジャコテさん、どっちが正しいの。三元豚です、ね、はい。失礼いたしました。間違った、そりゃそうだ、プロが間違えるわけないんで。俺はラーメンは素人なんで。すごいですね。それでこうあって、で、海苔とネギと、はい、それがメンマですか。メンマです、ね、あ、それを、まあ、入れていくというような感じですね。入れていくか、うん、で、その電磁調理器は何のためにあるんですか。あ、これですか。あ、たまに油を温めたりですね、するときに使います。あ、なるほど。これ動物系の油、うち鶏油使ってるんですけど、鶏の油ですね。鶏の油ですね、うん、当然なんでしょう、平常のというか、こういう通常の気温の中だと、はい、例えば少し寒くなったりなんかすると固まってしまったりとかするんですね。なるほど、なるほど。そういう時にまあ、少しこの、この調理器で温めたりとか。なるほど。あとはまあ、ここで、まあ、今日もちょっとお出ししようかなと思ってるんですけど、まあ、ナポリタン作ったりとか。お、すごい。焼きそば作ったりとか。あ、それはいわゆるまかないですかね、いわゆる。いや、うちですね、たまになんでしょう、遊びで、ラーメンの麺使って、ナポリタン作ってお客さんにお出ししたりとか。あ、そうなんですか、いろいろと。そうですね、気まぐれあえ玉っていう名前にして、へえ、あえ玉の代わりにそういうのをお出しすることが。なるほど。あえ玉っていうのは、まあ、要するにおまけの玉とか、そういう意味なんですか。そうですね、なんでしょうね、小さい混ぜそばだと思っていただければ。あ、なるほど、なるほど、なるほど。
美味しいんです、相沢さん。あ、そうなの？そうなんです。あ、じゃこ天さんが美味しい。私初めてなんです。ありがとうございます。いや、初めてその藍玉っていうのも経験したのもここのお店だし。おー、なるほど。ここからもう藍玉ハマってるんです、ね。お、すげえ。それでこの麺もこうやって温めていて、でこのスープも温めているというような感じ で、 そうですね。このチャーシューをきれいに切るのは素人にはできないよね、これね。いや、僕下手くそ。あ、そうなんですか。そうなんですか。あ、はい、大丈夫です。で、これが麺ですね。そうですね、麺です。これは自家製麺だ。自家製麺です。じゃあどっかで打たれて。そうですね、すぐそこにちょっと製麺室あるんですけど。あ、そうですか。ちょっと製麺室の中ごちゃごちゃしてるんで。あ、そうですか。ええ、申し訳ないです。はい、この製麺室秘密がいっぱいで撮影禁止でございます。せっかくね、これ立ち入り禁止って書いてあるもんね。なんかやっぱりいろいろね、こういうとこにノウハウが多分隠れてるとは思うんです。ここは麺が美味しいってことですね。なんかいいな、本当に。なんかな、あ、ストレート麺ってやつなんですかね。そうですね、ストレートになります。楽しみみたいな感じですね。すみませんね、僕の方が YouTube の撮影とかそういうものに慣れていないので。いやいや、こちらこそいきなり押しかけちゃって本当に申し訳ないです。本当にありがとうございます。助かります。ポテンさんがカメラ設定してますけど。そして麺をいよいよ茹でるわけでございますね。これは楽しいでございますね。お湯が沸騰してきましたね。やっぱりお湯は完全に沸騰してから入れないとダメっていうのはよくおっしゃいますけど、まあその通りなんでしょうね、はい、やっぱね。まあそうですね、やっぱりちゃんと煮えていないと、僕の場合はあまりよろしくないかなって思います。で、時間を計ってバババババと、ね、なんか湯切りとかそういうのも非常にプロのテクニックがいろいろあるみたいな話はよくねお伺いしてるんですけどね、なかなか僕は分からなくて。この別に湯切りそんなこだわりないですよ。あ、そうですか。すいません。で、この 火がですね、こんな風になって、あスープがですね、こう入っていくわけでございますね。ジヤーッと、いい感じでございますね。透明なスープでございますね。あ、透明なスープに醤油味ということで、ね、あ、絶対美味しいよこれ。お、なったな。どうします、ジャコテさんの段取りでお任せします。あ、全然、もう、はい、そのまま入れちゃっても大丈夫です。はい、はい、すいません、お待ちください。というわけで、ラーメンができましたね、これ。めちゃんこ美味しそうでございますね。じゃあこれ早速いただいてみたいと思いますので、よろしくお願いしますね。この世で何が幸せって、美味しいラーメンくらい幸せなもんや。あー、そうなんですか。で、上だと1200円だ、そのぐらい。だったよ、それ確かに。店主のですね、このエプロンがですね、カネゴンになってまして、なんかお客様のプレゼントだってことで、そうですね、そんな感じでご愛用されてるということでございますね。お客様の愛情がこもったカネゴンでございますね。というわけで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。